バス南書院は、香港、座間閣に所在する私立中等教育機関。1869年に設立され、香港で最も古い歴史を誇る学校の一つで、知名度の高い学校である。香港中学分票を多数出す名門校として知られる。運動、音楽分野で活躍、香港市内大会から、全国、世界に至るまで良い成績を収めている。生徒数は、 各学年、約200名となっている。6年生。初級中学は9クラスに分かれ、高級中学は IBE、国際バカロレアクラスを除いて6クラスに分かれている。1860年、ビクトリア州市教区と極東女性教育振興協会は、香港の英国国教会に所属する女子校である岩区アザ、老女館を、 ビクトリア教区との提携のもとに設立し、ロビンソン総督夫人が講演者となった。最初の年次報告によると、学校設立の目的は、現地の女子にキリスト教教育を提供することだった。校舎は、ボンハムロードの水田に囲まれた場所に立つ小さなコンクリートの建物で、教育、寄宿生活等、キャンパスでのすべての活動は、この校舎で行われた。 まもなく、学校は存続の危機に直面する。第二次アヘン戦争による繁栄感情の高まりから、現地の住民は自分の娘に英語を習わせたくなかったのだ。学校は一旦閉鎖され、ディオセサム女子学校として再開したが、経営状況は依然として苦しいものだった。1868年、チャールズ・リチャード・アル・フォード司教は学校を直接の監督下に置いた。 19世紀1869年1月30日、市民からの支持を得るため、アルフォード司教は学校に男子も受け入れ、孤児院とすることを発表した。市民はこれを歓迎した。その年の9月に、ディオセさんの家と孤児院が設立され、性別、国籍を問わず、あらゆる児童が受け入れられた。児童には、衣食住を提供するだけでなく、英国国教会の教えに基づいて、 キリストの誠実さや勤勉な生活についての教育も行われた。1870年7月、ギャリソンスクールのウィリアム・アーサー氏が校長にアーサー夫人が領母に任命された。1878年、学校は香港教育省により女性金制度下の学校の一つとしてリストされた。1878年3月、アーサー氏が辞任した後、バードン主教は 今後男子生徒の募集をやめ、学校をフェスカに置くことを提案した。同年7月には、学校の名誉財務部長であるウィリアム・ベスウィック氏からの圧力を受け、この提案を取り下げたものの、バードン司教は同じキャンパス内に男子と女子を寄宿させるのは不適切だと考えていた。1878年11月1日、当時政府中央学校の校長だったジョージ・ピアシー。 死が新しい校長に任命された。ピアシー氏は生徒の学業に焦点を当て、学校はケンブリッジ及びオックスフォードの地方試験奨学金制度で満足のいく結果を残った。1879年5月31日、学校委員会は女子生徒の寄宿生としての受け入れ中止を決議した。1891年、 学校はディオセサン学校及び孤児院と改名されました。1892年、残りの女子生徒たちはフェアリーガールズスクールに転校し、学校は男子校となった。20世紀初頭1902年、学校は抜粋難所院と改名された。1917年、ピアシー氏は引退し、 後継者であるウィリアム・フェザーストーン氏が1918年から1931年まで校長を務めた。フェザーストーン氏は監督制制度、ハウス制度、スピーチデーなどを導入し、また学校をボンハムロードから文国の丘に移した。1926年に新校舎は完成したが、1927年2月から1年間、 イギリス軍が学校を病院として使用するとともに、建設の最終段階に協力した。フェザーストーン氏は1930年に辞任した。1937年、ロコーバシ事件が起きると、抜粋難所員は中国国民党への支持を表明。1938年1には、クリストファー・サージェント牧師の許可の下、 国民党政府のために資金を集める靴磨きクラブが組織され、メンバーは教師や学生の靴を磨くために香港島と給流中を奔走した。1939年、日系台湾人学生が首席監督生に選ばれると学校でストライキが実施された。1941年からの日本による香港占領期には当時の校長、 ジェラルド・ムットバン氏を含め、ほとんどの学校スタッフが強制収容所に送られ、学校は日本軍の軍事病院に転用された。第二次大戦後日本帝国は1945年8月に降伏したが、学校は最後の日本軍兵士が捕虜になる11月まで憲兵隊の管理下にあった。1946年3月21日、上級教師である。 J.L. ヤング n g が学校を再び運営することとなり、オズワルド・チャン氏と B.J. モンクス氏は校長代行の役職を引き継いだ。グッドバン氏が1947年11月19日にイギリスから戻り、校舎の改修工事がクリスマス休暇中に始まった。1949年、グッドバン氏はピアシーチャレンジシールドの設立とともに、 元校長にちなんで名付けられた新しいハウス制度を導入した。1950年代初頭大育館カーネキーホール、科学棟の建設計画が提案された。1955年、初めて香港出身の卒業生であるジョージ・ジムマーン牧師が次期校長に任命された。彼は校長として貧しい家庭の生徒を歓迎し、 学校内での中国語の使用を支持するなどの変革を行った。また、1955年にはガルデンフェテも導入した。その後、スペース不足を理由に初等教育クラスを中止し、完全に新しい小学校、リオセサンプレパラトリースクールが設立されることとなるが、実現したのは1969年になってからで、あった。1961年に、 ジェームズ・ローコック氏が校長になると学校はスポーツの盛んな時代に入った。現職の教師であった経験に基づき、彼は学校行政の効率化を進め、より多くの教師を指定された職務を持つポストに任命した。1983年、ジャクランドライ氏がローコック氏の後を引き継ぎ校長となった。彼の下で学校はスポーツ、音楽、朗読、 討論、演劇、その他の競技で数々の賞を受賞しており、課外活動が大いに発展した。さらに、LL 教室とデモンストレーションルームが設置され、電気設備や警報装置は改修され、校舎の壁も新たに塗装され、学校設備全体がコンピューター化された。2000年、大使は引退し、卒業生の長尺少子が校長に就任した。 香港における数少ない国際バカロレア認定校の一つであり、2009年から国際バカロレアディプロマコースを導入し、国際バカロレア修了資格を目標とした1年間にわたる予備プログラムと2年間にわたるディプロマプログラムに分かれ、3年生。生徒数は各学年約65人。予備コースは校内の高校1年生60人と外部からの入学者。 約5名によって構成される。国際バカロレアディプロマプログラムに即して、生徒は6つの教科グループから1科目ずつ選択する枠組みとなっている。現在は水難商品 IB 学部で提供されており、生徒が選べる科目一覧2018年に平均点41点で、世界3位、2019年に平均点40.3点で、世界8位となった。DBS ジオサシンボーイズスクール。www.dbs.elu.hk.2019 年10月6日閲覧。罰集む男書院ジオサシンボーイズスクール段罰集む男罰中学。www.schooland.hk.2019 年10月6日閲覧。 アドミッションツーザ・ DBS グレード10ブリッジングプログラムバーツアツム男ショインジオ・サシン・ボーイズスクール2019年10月6日閲覧オーガスト7トップ IB スクールズワールドワイド A ロンドン・エデュケーション2019年10月6日閲覧グローバルトップ50プライベート IB スクールズ4インパーシャルアドバイスオンザ・ベスト・ UK。 アンドグローバルアイビースクールスフロムエデュケーションアドバイザーズリミテッド www.ib-schols.com2019 年10月6日閲覧 IB エグザムリザルツバツアツム男ショインジオサシンボーイズスクール2019年10月6日閲覧ありがとうございます